相手の耳元でそっとささやくか。なるほど。あのさ、パンチはこうやって腰で。ごめんさい、大丈夫？わざとじゃないのよ。ちょっと気をしっかり。あれたかねえんだよ。もしあの石が岩に当たって岩が崩れて、その崩れた岩がさらに大きな岩を崩してすごい岩崩れを起こし、その下にあった木の葉の里が飲み込まれ壊滅。まさかそんなうちわざとじゃないし、まさかあんな石ころで。軽い、お前なんてことを。なわけないでしょ。木の葉の監視役もいないし、里はこんなになってるしで、何があったのかと驚きました。暁の仕業です。すぐにこの葉も警戒態勢を敷き監視を強化します。とにかく他の様にお目通りをお願いする。こんなの絶対売れねえぞ。売れなかったらきっとバカ野郎、この野郎、役立たず野郎とか言われて、俺たちだけ永久 S シートにくくりつけられて、一生師匠の歌を聴かされる羽目になって。これぐらい。火影室の食材はもう底をつきました。今から食材を仕入れておきますので、少し食休みを取られたらいかがでしょうか。ブエ、何を言っているの？